はいではマーモでございます皆さんおはようございますもしくはこんばんはえー、っとですねとりあえず DVD の方の配信もやってみたんですけどアプリの方もちょっとやってみようかなとこれだったらよくよく考えてみればすぐできるなと思いまして、えー、動かしておりますで自分の方はですね「スーパーマリオラン」これですね実は全然やってなかったですねというわけで操作方法とかもすっかり忘れてしまっているので、えー、ワールドツアー 1一からやり直してみたいと思います。でですね、はい。ワード1の1だけコイン全部1回集めてですね、で、他のところはとりあえず、もうとにかくクリアしていって最後までいこうと思ったので、ね、こんな形でやったんですけど、せっかく実況始めてみたらアプリもやってみかなということで、えー、やってみようと思います。で、今言ったように、ちょっとね、 動かしてみたいんで1の1行きたいと思いまーすあコイン黒のにしちゃったまぁ、あ、いっかまぁ、あ、今回色付きコインは近接やっていきたいと思いますよいしょこんな感じだったっけよいしょ案外久しぶりに動かすとわけわかんないもんすねオッケー あれおっと危ない。ああ、ここそっか。色付きだと上なんだっけ。よいしょ。よっこいせ。あれこれ上上がるのにはどうすんだよいしょ。あ、上がれる上がれる。あれこれってさ、ヒップドロップでできないんだっけ。よいしょ。OK。ー綺麗に回れた。 くるっくるはあれだっけニュース・ーパーマリオブラザーズから追加されたんでしかっけあ落ちちゃったそっかそっかこんな感じで動かせるんですねよし時間の方はまだ2分ということでねあのもうちょっとやっていきたいと思いますこれもしかしたらワールドワンは全部できるかもしんないですね ヒノピオラリーの方も少しはやってるんだけどやっぱりそこまでちゃんとはやってないので、えー、いずれ動画配信の形できればいいなとで紫コインまあ正直おぎてある場所全然確認してないんでわかんないかなやるだけやってみましょうああ懐かしいねこの音楽昔からマリオやってる人にはほんとね感激の音楽でしょう よいしょーっと。オッケーオッケー。まあ、とりあえず1個目のコインは楽々取ることができるやつ。よいしょっと。で、ここはこうして。あーっと、これ確か上にあった気がする。なんかカクついてんな。大丈夫かな。ちょっとスマホのデータ容量とか、一回整理した方がいいのかもしれないですね。えい。仕方ない。 はい、あというわけで、3個目のコインは取れたから、やっぱり2個目あそこだね。さっきのとこだね。デカマリオになっててよかったな。ラッキーだったな。で、こっちは多分ここ。ああ、やっちゃったあれああ、ダメダメ。いくだけ行ってみよう。OK、取れた。はい、4つ目取れて。あともう1個。危ない。 確かこれも上だっけおっしゃ、危ない危ない危ない,危ない。なんとか、あー、下だったよ。でも、これも取れるな。多分。あ、取れないかなあ、取れた取れた。まあ、とはいえ、2枚目ね、失敗してるから仕方ないですね。おいしょ、おいしょ。あーあと、あと、あと、あとあやっちゃった。 はいとわけとりあえずクリアは普通にできるとなんか動画というかゲーム自体かくついてるから本当とでスマホの容量とか考えないといけないんですねはいじゃあとりあえずそのまま次のステージ行ってみましょう次の1の3はああ落ちるコースだまあ正直ねゲーム本当にうまくないからね いしょオッケーこれ下行こうかコインがありましてとでここもうまく取りましてのどっちだっけこれおーっとああ危ねえ危ね今普通に落ちるとこじゃんさあ赤コインこういうのもうまく作るよねみんなおいしょ飛べー あ,あ上にあった今マジかあっと危なっほほう OK くるっと回ってコイン10枚ゲットあれコイン2枚取り逃せんなどこにもう1枚あったんだろう1枚はねさっき気づきましたけどね デンデンデンベストなんだ、一応。まあ、ベストはコイン全部集めての話だね。赤コインとか。赤じゃないか。はい、じゃあ1、1の4ということで、今回のスーパーマリオラン最後にするコースに来ました。ぶら下がるお城。ここも操作方法よく覚えてないな。こうか、とりあえず。カローンあぶねえ。 他のキャラも使えるんだよね、一応。少しだけ用意し、あーっとしまったここカロンに乗って飛ぶようだったのかな。おっと、危ない危ない、怖い怖い結構ギリギリだったけど、ラッキーかなーただ、どちらにせよね。コインは、あ、そ、これそういうことか。うへイ、落ちた。 どちらかしらコイン取り逃してんからあれなんですけどねあれなんでだあやっちゃったまたやっちゃったいやもうこれ進むこと考えた方がいいやとりあえずクリアしようまたそのうち動画で上げれたらえー、っとクリアだけじゃなくてコインの方もね狙えるん頑張ってみようかなよいしょやっとまともにぶら下がってますよ よしキノコも出た。はい。というわけでクッパが出てきたい。クッパもどうすんだっけよいしょよいしょ。と。さようなら。そういえば昔はマリオのこのブロックとかクリボーとかって。 キノコ王国の住人がね、なんか姿を変えられたとか、そんな話だったけど、今、そういう設定ってもうないのかななんか、レベルアップっていうの出てんな。まあいいけど。カロンとかってどうやって倒すんだっけまあ、倒す方とか、ちゃんと覚えれば、レベルアップしていって、あの、キノピオの、なんだっけ ラリーか。が、えー、有利になるということでしたね。はい。というわけで、今回のこの動画の方は以上とさせていただきます。8分か。まあ、まだでやると思ってきたってことですね。はい。じゃあですね、見ていってくれた方々、本当ありがとうございました。まあ、おものチャンネルの方は、これからまたまた頑張っていきたいと思います。というわけで、えー、改めて、またコメント、えー、視聴、来てくれると嬉しいです。ありがとうございました。